スメンクカーラーは古代エジプト第18王朝のファラオ。名は聖あるものはラーガミの出現の意。スメンクカーラーは新王国時代のファラオにしては珍しく、実像がほとんど明らかになっていない。ツタンカーメンやアクエンアテンと共に欧米表から長削除されたことや、ツタンカーメンよりも像やレリーフなどの遺物が残されていないためである。 アメンホティップ3世の子でアクエンアテンの弟である、アクエンアテンの息子である、など、系譜上における位置が確定していないため、結論は未だにない。中には、王妃ネフェルティティがハトシェプストにあやかって即位した際に、使った偽名とする説も存在する。スメンクカーラーの別名、ネフェルネフェルーラーをネフェルティティが用いていたことに加え、スメンクカーラーが、 あたかも女性としての扱いを受けていたかのようなことを匂わせる遺品等も数多く発見されており、このことが余計に研究者を混乱させている。アクエンアテンの共同統治者とされ、メンフィスを本拠地にアメン神官団とアクエンアテンとの意見の調整を行っていたと考えられている。王妃はアクエンアテンの王女メリトアテン。子は確認されていない。 悪クアテンと、ほぼ同時になくなっているが、在位期間の短さのため墓が用意されていなかったのか、それとも何らかの混乱があったためか、最初からスメンクカラーのために用意された墓は、現在も確認されていない。イギリスの歴史ミステリー作家であるグレアム・フィリップスは、王家のタニキロボルト55をスメンクカーラーの墓とし、悪クアテンの日の一人のものと思われる女性の棺、つぎ、両母を再利用して、 スメンクカーラーの墓に当てたとしている。棺は顔が判別できないほどに右目を残してことごとく破壊され、頭部の上アと女神と顎ひげは後から加えられ無理やり男性の方に直されたことは一目瞭然である。またその両母は文字の類一つない粗雑な未完成の墓であり、壁の加工も粗末で地下水の浸水により、発見当初棺は開いて、 防腐処理されたはずの遺体は、すでに腐って白骨化していた。しかし、ザヒハワストを、キロボルト55を悪縁アテンの王墓と位置づけている、研究者もおり、解決を見ない。キロボルト55から発見されたミイラは、エジプト考古学博物館で保管されているが、棺が破壊されていたため発見当時にはすでに、白骨化していた。このため、死因に関しても、過労施設、 殺害説などがあり不明。発見された遺体は男性のものであるが、その腕はなぜか女性の形で納棺されていた。闘像とされるものが発見されており、容姿はある程度判明している。また、ツタンカーメンの第二の棺とカノプスツボに収められたミニチュア棺型の増物容器はいずれも元来ソメンクカーラーのために作成された。 服装品であることが確認されている。その他、ツタンカーメン応募で出土した服装品のうちかなりのものがスメンクカーラーのものであったことも判明している。これらの証拠からスメンクカーラーが実在した可能性は高いと見られている。ありがとうございます。